さんこんにちは。純国産同時通訳者小熊弥生の公式チャンネルへようこそ。今回お伝えしていきますのは、成功者だけが身につけた生きた英語の学習法です。さあ、成功者だけが身につけている英語の学習法ということでですね、どんなものがあるのかと言いますと、これなんとですね、私も登壇させていただいたテレックスのね、たくさんの生の動画が上がってますよね。かつボランティアの翻訳者の方々が素晴らしい精度の高い日本語を上げているということで、翻訳版のTEDを活用するというのが答えになります。あ、また先に言っちゃったって感じなんですけれども、じゃあこれをどうやって活用していったらば身につくのかということをね、詳しくお伝えしていきましょう。皆さんもTEDに翻訳版があるというのはね、ご存知だったと思うんですが、これ皆さんの使い方が実はまだまだ非効率的なんですね。どういう意味で非効率的かというと、英語をまずは聞いてみると、まずは早速聞いてみちゃう、これが実はそもそもブーブー間違いなんですね。そうではありません。私たち同時通訳者も必ず自分のね、慣れ親しんでいる言語、すなわち私だったら日本語の方が母国語で得意ですから、日本語で答えをまず読んでみてください。で、そのTEDの動画の内容をね、しっかりと日本語で理解した上で、そして今度は英文を読んでください。そうすると、この日本語はこういう英語で使われているのかということが分かりますよね。ですので、日本語と英語のマッチングができます。そうしたらば、最後の仕上げに英文を聞く、これが正しい生きた英語の身につけ方です。なぜかというと、この日本語をこうやって言うんだ、そしてこういう音なんだというふうに、順番付けていくとですね、どういうことが起きるかというと、まず知らない英語っていうのはそもそも聞き取れないですよね。ということは、わからないものはそもそも耳の中で処理ができない。要は耳で音は確認できたとしても、脳は理解することできないわけですよね。そうすると、もうその時点でちょっともう無駄が発生しているわけですね。そしてかつ、英語を先に読んだとしても、原稿をこの表現わからない、あの表現わからないというふうにマークアップしておいたとしても、これを最初調べようとするので、大体皆さん辞書を使っちゃうんですよね。で、そうするとそれもまた無駄なわけです。だってもう日本語でね、翻訳者さんがちゃんと考えてくださってるわけじゃないですか。ということで、ちょっとリバースエンジニアリングのように、わからない英語を何度も何度も聞いて聞けるようにするという無駄をするのではなく、そして何度も何度も知らない単語を辞書で調べて、そして理解しようとするという無駄をするのではなく、逆です。まず日本語で読んで理解してしまいます。その日本語に合った英語表現は何なのかと言って、まず日本語に該当した英語を仕入れます。そしてこういう音だろうなという思いながら英語を聞くと、すなわちリスニングを、ただ単に、分からないままするのではなくて、知っている英語を音と意味が一致するまで聞き、自分の中にインストールしていく、これをリスインというふうに言っています。ですから、成功者の方の生きた英語の勉強法の秘訣は、このペットの日本語と英語をフル活用したリスイン、これが正解なんです。これで毎日ぜひ1本ね、頑張ってやり続けてみてください。そうしたらば、あなたの英語力は語彙力もあっという間にたくさんつきますし、英語らしい表現もあっという間につきますし、そして発音も正しいまま自分の中にインストールすることができますから、これは実際に海外に行った時にもさっと英語が聞こえる状態になりますし、自分がとっさに出てくる英語というのも英語らしい表現になるんですね。だってそうじゃないとすると、皆さんどういうことになりますか？言いたいことを日本語でまず書き出しますよね。そしてそれを例えば自分で翻訳したとしますよね。そうするとどうしても不自然な日本語になってしまうんですね。例えば
いらっしゃいませっていうね、あのお店に行ったらばこう迎え入れられる単語ありますよね。いらっしゃいませという表現自体だって、これもね、もしそのまま、英語でね直訳をしようとしたらばね、Come here とかねなっちゃうわけじゃないですか。いらっしゃいませですからね。でも違いますよね。お店に行った時に、まず先に言われる、先に言われる言葉っていうのは May I help you ですよね。ということはやっぱり場面に応じてですね、使う表現っていうのはそれぞれの文化的語学の背景で決まっているもんなんですね。ですから自分の日本語をベースに翻訳するというのはどうしても不自然な言葉になりがちです。ですから最初に英語を元に翻訳した日本語を読んで中身を理解して、この表現は英語で何て言ってるのかなというのを英語が元になっている教材で勉強して、そして生の実際にそのスピーカーが話している言葉を何度も何度も繰り返し聞き、そして最終的にはシャドーイングですね、聞いたものをそのままシャドーイングする。こうすれば発音も語彙も文法も表現力も真っ先に生きた英語をそのままインストールすることができるということです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Thank you very much for watching until the very end, and I hope you will see me again soon. Bye!